なんか面白いなと思いました。なんかドラマ仕立てになってるのも面白いんですけど、なんかそういう擬人化されてるのがすごく面白いし、でもそういうだからこそ若い人とかにも分かりやすくて、あ、なんかうまいなと思いました。いやでもそんなにあんまりない気がします。ただそのなんだろう、何回も何回も撮ったりとかするのは、なんだろう、あんまりドラマとかではそのなんかない いいのが撮れたら1回で OK だったりとかもするし、でもなんか CM とかはすごく難しいんだなっていうのは分かります。なんか火の感じとかも1個 OK だけどこっちも撮っとこうみたいなのが、あ、なんかすごい難しいんだなっていうふうに思います。出会い、でも友達の紹介とかはすごい素敵だなって思います。なんかそういう経験は自分にないんですけど、友達、すごい大事な友達が紹介してくれる人だったらすごくいい人なんじゃないかなと思うので、そういう出会い方はなんか良さそうだなと思います。肉じゃがじゃない、違う違いますか。肉じゃが、和食がいいと思います。魚料理ができる女の人はかっこいいなと思います。なんか気持ちを察することができる器用な人はすごいなと思いますね。なんか自分が落ち込んでる時とか疲れてる時とかにさっと声をかけたりとか手を差し伸べられる人はすごく男女問わず素敵な人だなと思うし、好きになるポイントだと思います、はい、3話の衣装です。昨年からずっと緑とかミントっぽい色とかピスタチオカラーがすごい流行ってると思うんですけど、それからすごくなんていうんだ、そういうくすんだ緑色っていうかが自分の中で結構好きで、ファッションアイテムとしても選ぶことが多かったんですけど、パステルっぽい、なんて言うんだろう、明るい色の緑は、なんだろう、自分ではあんまり選ばない色なんですけど、着てみたら結構可愛くて、春に着たいなと思いました。どうだろう。でも、なんか、あんまり高価なご飯屋さんとかも好きじゃないので、結構普通だと思いますけど、なんだろうな、バッグとか靴とか長く持てるものはいいものを買うようにはしてます、はい、なのでそんなにバカではないと今年は結構いろんなことをなんだろう始めたというか挑戦した年だったので、あんまりやり残したことは正直ないんですけど、2020年が結構世界的にあまり難しい状況になってる、なってしまってるから、なんか来年ぐらいは、韓国旅行好きなんですけど早く韓国に行きたいなと思います無理かもしれないけど願いです